はい、えー、2020年5月の19日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第7回です。で、本日は遺伝暗号のことを学びたいと思います。えっ、ー、と、私は講師を務めます。船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。えっ、ー、と私の船橋市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉幹也公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 船橋でも7日連続感染者ゼロということになりましてこの傾向が続くことを願っておりますそれでは、えっと、この講座についてですが、えー、ウイルス対策について、えーまあ、その理解するために生物遺伝子というところからじっくりやっておりますで、えっと、ただもう要点だけを知りたいという人は、まあ、すでに2月24日にウイルス関連3部作発信しておりますのでそちらをどうぞご覧ください この構座ではゆっくりやっております。それでは本日は遺伝子のことを学びたいと思います。で、まずこの話なんですが、あの不読みというのがありますね。これ、ふるさとという歌の音符ですが、これって、まあ、あのこの音符というのは非常に、えー、っとうまくできてまして、この,この位置で、えー、音程を示しで、この記号で長さを示し、 ああといいろんな特徴が符号で書いてありますね。でここにまあシャープのフラットかフラットの記号とかありましてこれをまあ私たちもある程度読めるし音楽家はこれ,をあのこれを見ただけで曲のイメージが頭に湧いてくるというような、えー、まあ熟練をするわけですでそれと同じことが実は遺伝暗号という DNA についても言えるんですねで実はこれが DNA の遺伝暗号表なんですが 音符を見たとき、曲が思い浮かぶように、このイデア暗号表を見ると、そのアミノ酸配列というか、どういうタンパクがどういう形で作られるかというのが想定できるようになるんですね、ででそれを学んでいきたいと。でえっと、まず、あのー、私たちの体の中での遺伝子の流れなんですが、核の中に DNA という、その遺伝子の本体が入っております。 細胞の核の中にでそ。そこの情報をコピーして、メッセンジャー RNA というものに移し取って、それを細胞室に持ってきて、リボゾームという装置でそれを翻訳して、タンパク、アミノ酸の配列にして、それがタンパクになるという形ですね。で、この流れがあの基本線です。で、DNA の情報をまずはメッセンジャー RNA という同類のものにコピーすることを転写、トランスクリプションといいまして、 その転写した情報をもとに、タンパクの具体的なアミノ酸の並びをつけることを翻訳と言っております、であのまあ、ちょっと例えますとあの、ある歌手が新しい CD を発行したとしましょう、そうするとその歌手が、まあ、いい環境のもとできちんと録音した原本が音楽会社にあるわけですね、でそれが DNA みたいなものですで、それを実際に CD として市場に売り出すときには、その原本からコピーをして、CD としてたくさん反布するんです。 でそれを最後にその CD を受け取った人が、まあ、自分の CD プレーヤーで家でこの音楽に翻訳して聴くんですね。というふうに情報の原本、それで情報のコピー、そして実際の表に出てくる物質という形であの実際にタンパクという形ができてくるということです。それでは昨日の復習ですがその主役となっているあの遺伝子本体 DNA と、まあ 生物の中では脇役となっている RNA についてはこのリン酸と糖の背骨のところは全生物に共通だとただこの塩基という暗号のところがあのこの並びが違うこれが暗号,あの暗号になってるんですねということですでこ,の、えーと A、この特に DNA の二重らせんの時に A の反対側には TT の反対側には、A、G の反対側には CC の反対側には G という 規則がありましてこれが実は DNA 同士の二重らせんの時でも今日お話しする DNA と RNA が対面する時でもこの塩基の双方性というのはもう分子的に決まっているのです A の反対側には TT がない場合 RNA の場合には U が貼り付きますで G の反対側には C というふうに必ず対面する相手が決まっているというのが特徴でこれが今日の話の基本性になりますそれではもうちょっと詳しく見ていきましょう細胞に対して あるあのその細胞に刺激を与える物質がきます、これはまあ有名なやつがホルモンとかがありますけど、それが細胞の表面に受け止められますと、アンテナに受け止められますと、これこれ、こうしなさいという指令物質に変換されて、調節タンパクということになって、DNA の核の中の DNA のある場所に入り付くんですね、そうすると DNA のある部分が解けます、二重らせんが解けます。 そして開かれたところの片側だけをメッセンジャー RNA というやつがコピーします。でコピーするときに、先ほど言ったように DNA の C に対して反対側の RNA は G、G の反対側 C と、A の反対側に U、T の反対側に A ということでまあ裏返しコピーするような形で写し取っていくんですで。そうやって情報を写し取ったものが細胞質に出てきて、それをリボソームという装置が読み取って、 これ3文字ごと情報を読み取ってアミノ酸にしていくんですね。この3文字ごと暗号として読み取ってアミノ酸にしていくというところが重要なんですが、そのことをもうちょっと詳しくいきましょう。で、えっと、3文字ずつこう、メッセンジャー NA、ね、というのはこういうふうに並んでいくんですが、ここに3文字ずつ読み取るようになってまして、その3文字、例えばここのメ ACC という暗号に対しては、それとまたちょうど相互的というんですが、 A c c の反対側 UGG ですね A の反対側には、まあ、あの RNA ですから T じゃなくて E を使います、E、それ C の反対側には G ということで、ちょうど双方的な暗号を持ったトランスファー RNA、運搬 RNA というトラックみたいなものがあります。このトラックみたいなものが、例えば UGG トランスファー RNA だったらトレオニンというアミノ酸を積んでいると。 UUA トランスファーレーだったらアスパラギンというアミノ酸を積んでいると、ACA だったらシステインというものを積んでいるというような約束がありまして、そうする,とすると、特定のアミノ酸の並びを持った鎖ができていて、これがタンパクになっていくんですね。さて、それでは、ここから現実、まあえっと、的な話になっていきますが、生物が使っているアミノ酸は20種類です。20種類まあ、有名なアミノ酸としては グルタミン酸というのが有名ですよね。たぶん皆さんが知ってるものとしてはグルタミン酸というのが一番有名だと思いますけど他にもいろんなアミノ酸を使って私たちの体の構造タンパクとか機能タンパクは作られてるんですね。で20種類です。で20種類を DNA とか RNA の,あの4塩基の並びこれ4塩基です。4塩基の並び番号で示したいときにどうするかというとその例えば 2つを並べさせると 4×4 で16通りの暗号ができるけど20種類を示すには不足しますで3つ並びだと 4×4×4AAAAAATAAGAAC と考えていくと64通りでこれだったら20通り表せるだろうとしかし大は小を兼ねるということもあるんで4つ並び暗号でも256通りの暗号ができるのでそれでも20種類を示すことができるだろうということで まあ、おそらく三つ並びが暗号に使われているだろうけど四、まあ、つ並びの可能性も否定できないというのがあの1 9六十年代の議論だったんですねそれで学者たちがいろんな実験をしますでまず人工 RNA を作ってこれは、えっと、UUU ウラシルだけが並んだ人工 RNA を作ってやったところをフェニュラリンのだけの並びができたということで、まあ、やっぱり塩基の配列がアミノ酸の配列を を決めてるってことがまずこの実験でで分かったんですその次この2番が重要な実験なんですが AC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  AC 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 という繰り返し A と C が交互に繰り返す実験をあ人工 RNA を使ってどういうタンパクができるアミノ酸ができるかというのを調べましたでもし3つ並び説が正しいならば ACA という読みはその次 CAC また ACACAC AC AC ですから ACA 暗号で指定されるアミノ酸と CAC 暗号で指定されるアミノ酸が交互に出てくるはずだと。ででも,もし4つ並び説が正しいならば ACAC AC、ACAC 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 と同じ暗号になりますので、えっと、同じアミノ酸が並ぶあるいはちょっと読み合うがずれて C から読んで CACA、CACA と読んでも、まあ、とにかく同じなアミノ酸が並ぶはずだということで実験をしてみました。そうしたら、ら、えー、この,、えー、あの人工 RNA からは トレオニンヒツジン、トレオニンヒツジンという交互に並んだアミノ酸が合成されたので3つのラビ説が証明されたんですね。その後、まあ、こういうふうにしたら、えっと、よ読み訳は人工アレンジだとえそのどの3つから読み始めるかというのは自由ですからここから読み始めるとグルタミン、ここから読み AAC だとアスパラギン、ACA だとト、えっと、レオニンというふうにあの、まあ、暗号が。 決ままっていきましてきしこういう暗号表ができました。遺伝暗号表。えー、とどうこれはメッセンジャーレネーの三塩基に対してどういうアミ,ノ酸アミノ酸が指定されるか。例えば UUU と UUC はフェネラニと UUA と UUG はロイシンとで、ここら辺もロイシンと、それから、まあ、こういういろんなアミノ酸これと、これはチロシンとかヒスシンとかグルタミン。 3文字の略語で書いてますけど、アスパラギンとかいうのがいろいろ決まっている暗号表が1960年代に突き止められました。でちなみに、アミノ酸の一種にプロリンってあるんですね、CCU、CCC、CCA、CCG がプロリンを全部示します。64暗号ありますので、えっと、その中で、えっと、20種類のアミノ酸に指定しすればいいだけなので、3文字目が異なっても同じプロリンを示すんです。 さて、プロ理系と文系の学生の違いが出てくるんですが、プロリンという言葉を聞いて、えー、マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という、まあえー、あのプロテスタントの、特にカルビン派の論理が資本主義を発展させたという分析ですね。 これ略称でプロリンと言いますので、思い浮かべるか、それともアミノ酸のこのプロリンですね、ああちょっとこれ <laughs> 入れるの忘れた、あのプロリンの方を思い浮かべるのかで、まああのちょっと意見と文系の学生が違ってくるところですけど、はい、えー、それでは、えー、っとまた話を戻しますで。これがさっき言った話ですね。で今言った3塩基を、えーい 1で一つの暗号を示しているということが特にここに現れている関係になります。それではここでもう少し暗号の整理をしておきたいと思うんですが DNA は二重らせんですね。で二重らせんで ATGCAT AT と並んでいた場合には反対側の鎖は TACGTA となります。A の反対側に T ですからで。さっきの図で見せたように こっち側には読まれないんですね。でこっち側が読,が読み込まれます。そうすると、この図で言うと、この tac,gta が、えー、RNA ポリメラーゼという酵素で読み込まれて、ちょうど反対に相当する t の反対側には、a の反対側には t じゃなくて u ですね、の RNA の場合には。c の反対側には g、g の反対側には c、t の反対側には a と、a の反対側には u という形でメッセンジャー RNA に読み込まれます。 そしてその3つ組のところにちょうど双方的なこれもトランスファールネ、これちょっとこうクローバー型をしてるんですけど、このクローバーのここのところに暗号がありまして、AUG の反対側には UAC と、CAU の反対側には GUA というふうな暗号を持ったものが、トランスファールネというトラックみたいなものが来て、それがメチオニンとかチロシンを積んでるという形になります。でこの時に 実際に、えー、っとこのメッセンジャーレンツ重要なコピーを作っている原本はこっちなんですね、異型さ、異形さということでこ、この方を読み取って、もう一回確認してみると、こっちは使ってないんですね、非異さは使ってなくて、こっちの方を RNA ポリミラーゼが読み取って、映、えー、し取ってるわけです、裏返しに映し取ってるわけです。でそれで その次翻訳でタンパク質ができるときも、まあ、こういうメチオニンチロシンという順番でで,できるんですねそれ,それそうなんですが実は、えっと、もう一つ重要な原理がありまして昨日から強調している DNARNA には 5'3' 方向という鎖の向きがあるとで鎖の向きは必ず対面するときには逆向きだということがありますのでちょっとこの鎖の向きを意識してこう書いていますとこれこうです でこれここうですね。でこれはこうです。必ずあの鎖は、えー、とお互い読み取り合うときも反対側、これもこうなんですね。というのがあります。でこの 5'3' 方向は日本語を読むときに左横書きの日本語は左から右に読むように、英語も左から右に読むようにというようにこの読み方の約束ですし実際に新しく DNA、RNA が合成されるときには 絶対この順番に合成されていきますので、この向きを正しい向きと見なしたいというときに、えー、DNA では、実は写し取っている鋳型の方は、この暗号として先ほど解明された、この AUG が、例えばメチオニンという暗号が先ほどの表で解明されているんですけど、えー、これだと裏返しになってしまうんですね。ととここころがこれとこれは これとこれを裏返し、これとこれれとも裏返しですからこれとこれは裏返しの裏返しで同じ暗号絵なんですよって実はこの DNA の暗号はここで示した方が便利であるということで本当はこっちを読み取ってるんですがこっちで示すことが遺伝子の約束になってますそうすると DNA の暗号表があのメッセンジャーレンのさっきのコドン表がそのまま DNA を U を T に置き換えるだけで DNA でも使えるという。 特徴があります、はい、それでは、えー、とそれをもうちょっと整理しておきますと、えー、非,非さ異さ異型さという表現があるんですが実際はこっちの方の並びの方にメッセンジャー NA で読み取られる並びが、えー、同じ並びがありますのでこっちをあの意味がある鎖というふうに表現してセンサーと表現することがあります。こっちは意,味がえー、意味がある鎖の反対とととといいううここでアンンチセンサーということで いう,ふうに表現すすることもありますでちょっとここら辺の話はのぞいて、そうすると AUG に対してメチオニンガ、CCG に対してプロリンガ、GUU に対してバリンガ、GAU に対してアスパラギン酸ガ、そして UAU に対してイソロイシンガというふうに決まっていてそ、その次に UGA というところがありますけど、ここに何かトランスファーレネがくっつかずに、なんかピリオドみたいなのが当たるんですね。で、そうするとここで合成をやめますという。 約束がありまして実はもう一つ合成を開始しますというのは AUG という暗号で決まってまして、えー、終始暗号というのが UGA でここからここまでで合成が停止するというのがありますそれで実はあの英語でも文法でありますあの英語の文法だと英語は大文字で始めてピリオドで文が終わりましょうという約束が文法上の約束があります文生物学のこのこ、えー 翻訳の世界でもある約束がありまして、開始コドンは AUG から始めましょうと、メチオニンから始めましょうと、そして UAA とか UGA とか UAG の手前で止まりましょう、ここに来たらもうアミノ酸合成やめましょうという、この英語の大文字とピリオドに相当する暗号がこの中にあります。ここれはあの,この 遺伝暗号表を知る時のポイントとして押さえておいてほしいんですねでメッセンジャーレネーのコドンでいうと開始コドンが AUG そして終始コドンが UAUAGUGA ですで私あの受験生には、まあ、分子生物学を学ぶ人にはアドバイスしてまあ一応語呂合わせを考えてあります AUG というのはオーゴストですねあの8月を示す英語です、A、オーゴストでこっちはまあうわうわうがですから ちょっと受験勉強は8月から始めるとめちゃん高速で、めちお人ですね、めちゃん高速で、うわうわうがでうなりながら終わるから早め,早めに始めましょうねというふうに言ってるんですけど、AUG から始めて、U、UA, UA、UAG、UGA で終わる。まあ、これは DNA に置き換えると UT に置き換えるだけですからこういうふうに読むこともできます。それともう1つさっき言ったところですけど、3文字目は異なっても同じ名皆さんを指定することが、例えば a ACU でも ACC でも ACA でも ACG でも、えー、全てトレオニンを示すということですね。ただ、絶対に3文字目がえ違っても同じかというと、この列は結構違いますね。UGU と UGC はシステインで、u g はシューシコドンで、UGG はトリプトファンで、まあ、4者3様に異なりますから、えこと多いけど、絶対そうだと言い切れないということです。でこのイデアン号表は、まあ、別に、えー あのまあ、押さえておく必要はなくて、これはあの必ず、えー、分子水物学の教科書に載ってますので、えー、いざ本当に暗号を読むときには、その、えー、表と照らし合わせの中で読んでいけばいいということですね。はい、それでは、えっと、本日の最後のところに行きたいと思うんですが、あでそうですね、明日の予,予測、予告も含めて言っておきますと、きれいにこう暗号で、えっと、もう、アミノ酸の配列が決まってるんですが、 時々その暗号,暗号が狂うことがあるんですね。これ変異とか突然変異ミューテーションというんですがそうするとアミノ酸の並びも狂いますでそれを引き起こすのが突然変異によるその疾患とかの話につながってきますので明日は暗号が変異した時突然変異が起こった時の狂い方でその、えー、狂い方というか変化の仕方が実は 例えばウイルスなんかが変異をして、えーまあ、免疫系に対して逃げていくというような仕組みにもつながっておりますので明日はこの暗号の変異の話をしたいと思うんですけど、えっとまあ、本日の最後はこれですであの。私たちの体の中で細胞の中でエネルギー、えー、物質として使われたのが ATP アデノシン三ン酸というのがあります。 アデニンとリボースとリン酸が3つくっついたものですでリン酸がつつくっついたこのリン酸とリン酸の間の結合にエネルギーがたくさん隠されてるんですね。でそれを私たちが生きるときに例えば私が今声を発しているのも自転車を漕ぐのもすべて ATP のエネルギーで筋肉を動かしてやってるんですけどその ATP のエネルギーはどうやって発揮するかというと細胞内で、えー、この,、まあこのえー、最後のリン酸を剥ぎ取るんですね。 そうすると、ここに隠れてたエネルギーが出てきて、それがさまざまな生命活動に使われます。そうすると、アデノシン3リ酸アデノシントリフォスファートがアデノシン G フォスファートになりますあの、えっと。1のことをモノ、2のことをジ、3のことをトリというふうに言ってまして、4がテトラ、5がペンタ、6がヘキサというギリシャの数字の呼び方がありまして、その3のトリ,トリオとか、あの 3人組トリオって言いますねで。2つの物事で学ぶ悩むことをジレンマって言ってますけどそれと同じ言葉でアデノシン三ン酸がアデノシンリリン酸になった時にエネルギーが出てくるで逆にアデノシンリリン酸をエネルギーを植物のエネルギーなどを入れて組み立てると ATP に戻るということで、まあ、充電式電池みたいにこれが壊れたり、えー、と組み立てたりして私たちはエネルギー活動をやってるんですねこのアデノシン三ン酸って何かに似て,似てませんでしょうか アデニンは塩基です、でこれ糖ですねで、そしてリン酸が3つで、塩基と糖とリン酸って、昨日出てきました、RNA は実は塩基と糖とリン酸、あええっと、塩基と糖とリン酸がくっついたものですね。よって、RNA が新しく鎖を伸ばすときにはあの、ここに、まあ、これに相当するものがくっつけなきゃいけないんですが、その素材は実は この ATP も含む、まあ P、ここがアデニンだったら ATP、これがまあウラシウだったら UTP、これがグアニンだったら GTP、これがシトシンだったら CTP という4種類の原料がくっつくことで RNA の伸長が起こるんですねで。DNA も同様にこれがデオキシリボースですけど、デオキシア P キシ P キシ TP、デオキシ UTP、デオキシ GTP、デオキシ c TP というのが素材になっているということで。 で3リン酸ですので2リン酸がこの場合外れましてこのリン酸が1つ残ったやつがここにくっついていくということですでこれはあの、まああのえっと、RNA が伸びるときの素材で、まあ、ATP とその親戚たちが使われているんだなということと私たちの生きるときには ATP というエネルギー物質を使っているんだということを知っておいていただければと思いますで本日のまとめですが、えっと、こ,こ,ですこのイメージが分かっていただければ 大丈夫ですあの。DNA の二重らせんを解いてその片側をコピーしてメッセンジャー RNA を作りメッセンジャー RNA の3塩基ごとを読み取ってアミノ酸に翻訳していくという原理があるということですね。はい、えということで、えー、本日は、えー、どうもご清聴ありがとうございました。